はい、おはようございます。いとっちゃんねるです。6月13日木曜日ということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやーね、結構ね、本業忙しいんですけれども、まあ、隙間時間見てね、結構部屋掃除してます、僕ね。で、なんで部屋掃除してるかって言うとね、離婚した嫁の部屋がね、まだね、全然片付いてないんですよ。物はね、結構あるんだけど、元嫁の物がね、いっぱいあって、もうね、何年も前の話に離婚してるのにね、部屋そのままにしてるっていうね、なんともね、カオスな状態だったりするんですけども、先日ね、部屋掃除してたら、嫁のね、パンティーが出てきまして、元嫁のパンティーですね。出てきて、まあこれをね、どうしようかなと、このまま捨てるにしてもちょっとあれだなと思ったんですよ。このまま捨ててもなんか、ね、いいことないなと思って、あいつって言っちゃったね、元嫁のね、屈辱をさせるためにはどうしたらいいかなと思って、とりあえずね、被っとけって思ったんですよ、僕ね。被ると、嫌じゃないですか、女性ってね。被っとけと思ってね、とりあえずね、嫁のパンティー出てきたんですけれども、とりあえず被っときましたね。変態仮面みたいな感じですね。パンティー被ると力がみなぎるのかななんて思ってね、シンプルにその疑問に思ってね、元嫁のパンティー被ったんですけれども、まあね、何も力みなぎることなく、もう僕の方から嫌いだからね、嫌いで別れたわけだから、何も力もみなぎないし、みなぎられないし、何の感情も生まなかったですね。はい。っていうことがあったんで。もしね、まあ、皆さん離婚して、嫁のパンツが出てきた場合どうするかっていうね、正解をね、コメント欄にいただければなと思います。はい、じゃあね、今日何するかというと、こちらですね。ゲームのコントローラーのね、老舗でございますね。もうね、皆さんゲームサーといえば、ああ、いいコントローラー、いつも提供してるなといったところになります。こちらのね、Android スマホ用の、こちらのね、ゲームコントローラーになります。まあ、こんな感じで使う感じです。で、名前が X4 エリオンですかね。はい。ね、こんな感じのね、ものを紹介していきたいなと思っております。はい。ね、かっこいいコントローラーになります。こちらね、バングッドさんの提供でいただいております。じゃあね、早速ね、中身の方を見ていきたいと思います。じゃあね、内容物の方ね、紹介していきたいと思います。こちらがね、まあ、とりあえずこういう、持ち運び用のバッグに入った本体ですね。これちょっと後でもうちょっと中身開けていきます。で、あとはね、ステッカー、ゲームサーのステッカーといったところと、あとは充電用のね、ケーブル、タイプ C ですね、これはね。まあもうこれいっぱい持ってるんでわざわざ開けないですけども。で、あと合格書、説明書といったところになります。で、説明書はね、こうビラビラビラーっとなってて、まあいろんな多言語になってて、日本語もね、もちろんこれあります。結構ね、細かく、セッティングのやり方が書いてあったりしますんで、まあ見ていただければなと思います。まあこのままでも使えます。正直ね、別に読まんでもっていう感じですね。で、あとは、Xbox のね、ゲーパスにね、すごくね、適したものとなっておりますので、ゲーパスがね、まあ、1ヶ月とかそれぐらいで使えるコードなのかなと思いますけどね、専用のコードがついてて、ここ削って入れると、ゲーパスのアルティメットにね、しばらく無料で使えるぞ、みたいなやつですね。まあ、僕ね、ゲーパス入ってるんで、これは別にね、いらないかなといった感じです。はい。まあ、こういう内容物になっておりますので、ちょっとこちらのね、本体の方を見ていこうかなと思います。はい、じゃあね、こちらの本体ボックス今度開けていこうかなと思います。もうマトリオシカみたいになってますけどね。はい、箱を開けたらまた箱が出てくるっていうパターンで。まあ、ただね、結構ね、このハードケースでね、すごくね、衝撃にも良さそうで、いいケースです。高級なケースって感じがしますね。なんか、ゲームのコントローラーケースに入ってるって嬉しいよね、っていった感じです。で、オープンっていうと、こんな感じでね、まあ、多分、今回スマホを止める用の、追加のゴムですね。こちらが付いているという感じなんで、まあ自分の好きなところにね、追加して貼るっていうものが一つ入っています。で、あと本体ですね。やっとこさ本体が出てきましたといった感じで、まあ、こんな感じでね、これ折りたたみでコンパクトでね、なってます。こんな感じでね、ガチってなって、マグネットでね、こう固まってる感じですね。っていう本体と、あとね、嬉しいのがここら辺、ね、
アナログスティックがね、ちっちゃくできたり大きくできたりっていうのは、これ好きにね、カスタマイズできるようになっております。はい。ちっちゃい方が使いやすかったり、そうするとちっちゃくするとアーケードゲームみたいな感じでね、ゲーセン風に遊べますといった感じで、まあ、FPS とか大きい方が好きな人とかね、いますんで、まあ、交換用にね、ここら辺カスタマイズできます。で、あと十字キーですね。これもね、専用のパーツがついてて、なんていうか、セガタイプですね。まあ、Xbox のね、コントローラーもこんな感じなんですよ、確かね。はい。だからかなりね、Xbox ライクな感じに仕上がってるという感じになっております。はい。中身こんな感じですね。はい。ということで、まとめるとこんな感じ。はい。中身開くとこういうものが出てくるという感じです。じゃあちょっとこちらの本体中心にね、見ていこうかなと思います。はい、じゃあね、本体の方をしっかり見ていこうかなと思います。こんな形でね、ちょっと面白い形してるんですけど、もうもちろんね、この、こういう、こんな感じで使うわけじゃなくて、ちゃんとね、分離して使う感じですね。分離させて、ひっくり返して、これっていう感じで使っていく、挟んで使うという感じです。まあ、こことね、二つね、しっかりもう、しっかり分離してるタイプですね。で、結構ね、重さ軽いです。実際ね、何グラムあるんだろうなぁ、なんて思って、ちょっとね、測ってみましょうかね、ここにちょうど。はい。ゼロに表示して、これで測ってみます。そうすると187g ですね。結構軽いかなと思います。187g になってるんで、普通のコントローラー、ゲームのコントローラーって 250g ぐらいあるんで、それ考えるとね、かなり軽いのかななんて思います。で、こんな感じでマグネットでね、繋いで、で、充電するときはここのね、USB Type-C からね、充電していくという。まあ、新しいタイプですよね。コントローラーで今までにないタイプだななんて思います。ちゃんとね、ここのね、溝とね、ここの、緑色の部分がね、ちょうど合わさるようになっててね、かなりコンパクトになっているぞという感じですね。で、まずね、操作性から言っていくと、まずね、グリップがね、しっかりできております。人間工学グリップになってます。ただちょっとね、浅めなんですよね。ちょっと浅めのグリップにはなるんですけれども、まあかなりね、手にフィットする感じはあるかなと思います。うん。で、上のアナログスティックはね、ホールジョイスティックでよくね、ゲームサーでよく使われているね、まあ、まさにゲームサーさんでよくある、ホールジョイスティックで、ドリフトしませんっていうやつですね。私絶対ドリフトしませんみたいなやつです。で、これももちろんね、ここプッと引っ張ると外れますんで、好きなようにカスタマイズできるという感じです。で、驚いたのがね、この十字キーなんですよ。ね、Xbox タイプ、まあ、セガサタンタイプっていうんですかね。はい。まあ、こんな感じのものになって、これ静かな静音タイプで押してる感じが気持ちいいやつ、カチ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 っていう、で力全然入れなくてもね、押せるというかね、すごい優しい雲の上に乗ってるかのような感覚ですね。すごく気持ちいいです、これ。すっごい気持ちいい。ああ、気持ちいい。もう永遠にできるやつ。無限枝豆って昔流行ったじゃないですか。もうなんか気持ちいいやつずっとね。これ気持ちいい。この十字キー気持ちいいっていう感じです。はい。これはいいね。これはいい。操作性すごく良さそうな感じがします。で、あと Xbox ボタン。まあ、ホームボタンですね。これを押すと Xbox のホームボタンが出てきてくるってやつと、あと Bluetooth のね、接続用のボタンなんですけれども、まあ、もちろんね、一回登録しちゃうとね、すぐこれもう繋がるようになります。で、ここですね、緑色のやつがあって、これをね、上に引き上げることでオンになるんですよ。ほら、電源入ったでしょ？で、ほら、これで繋がります。で、これ閉じるとオフになるっていうね、ここにね、オンオフボタンがついてるっていうね、なんともね、珍しいタイプですね。すごく珍しい。うん。って言った感じです。で、こっちが L1、L2 なんですけど、ちゃんとトリガーになってますね。うん。ここでアクセル表現とかが、車のアクセルとかの表現ができるようになって、アクセルブレーキですね。表現ができるようになっているという感じです。で、裏側見ていくと、ここに M ボタン、M ボタンじゃないね。L4 ですね。L4 ボタンがついてて、まあ、なんていうかね、ここで、なんていう、FPS やる方とかね、ここで、なんか、よく、なんか、ボタン配置するみたいです。僕やんないからわかんないですけど。なので、こうやってね、かなり使いやすい感じになっております。これがね、左側ですね。で、右側見ていくと、ほぼ同じなんですけども、A、B、XY の配置が、Xbox 配列になっております。A がね、下の方に来てると。で、これもね、あー、優しいやつ。静音タイプのね、なんとかスイッチって言うんですか、僕あんまりそこ詳しくないんですけど、優しく、カチカチ系の。
静かなタイプになっております。こっちも同じようにね、これ引き上げると電源オンになって、で、完全に下げると電源オフになりますという感じです。ね、これも面白い作りだなぁなんて思います。で、Xbox なんで、ここにシェアボタンもちゃんとついてますし、M ボタンもちゃんとついてます。で、あと、ここ、スタートとセレクトのね、ところもついてますという感じです。で、同じですね、基本的には。ね、R ボタンについても同じ。ね、ここアクセル表現ができて、裏側にももう一個ボタンがついてるという感じになってて、人間工学的なやつですね。はい。なんか、かなりね、操作性良さそうです。はい。楽しみだなという感じが、感じますね。はい。といった感じで、じゃ早速ね、ちょっとね、こちらのコントローラー使っていこうかななんて思います。はい。じゃあちょっとね、動かす前に基本性能の話していきたいと思います。まあさっきもね、説明した通りこちらね、アンチドリフトホールエフェクトスティック搭載になります。で、スティック関係だとちょっとこって引っ張るとメタルがね、リングがあって中にここのゴミが入りにくいとかだと思うんですけども、こういうねガイドリングも搭載されております。で、アンチ、ファンクションガイドリングという言い方になっておりますね。なのでスティック関係はねかなりしっかりできておりますよという内容です。で、あとボタン関係なんですけれども、こちらもトリガーモードですね、トリガーモードになってますよといったところと、あとこちらのボタン関係なんですけど、500ミリオンって書いてますね。500ミリオンクリックも耐えれますよ。500万回ということでね、めちゃめちゃクリック回数がね全然問題ない、そんなタクトスイッチみたいな感じでカチカチのね、静音タイプの、ものになっておりますよということで、ボタンの質がものすごいいいといったところが今回採用されておりますというものになります。なのでね、本当高級コントローラーのね、一種だと思いますんで、なかなかね基本性能がねかなり優れているものということになります。はい。じゃあね、早速プレイステーション2のねエミュレーターを動かしていこうかなと思うんですけど、ちゃんとね動きますね、かなりね、対応しております。まあ Android なんでもちろん当然ですよね。どうもね、iPhone だと相性が悪いみたいなんで、Bluetooth ではあるんですけども、iPhone には対応してないみたいです。で、まあ、こんな感じでね、遊んでいこうかなと思います。最近ね、ガンダムシードの映画見たんでね、ちょっとね、ガンダムシードフリーダム面白かったんで、ちょっとね、ガンダムシードで遊んでいこうかななんて思います。やっぱね、ラスボス感ある。ああ、やっぱこれ、デスティニーガンダム使いたいですね。フリーダムは、はい。俺が倒す。っていう感じでね、いいですね。しっかりに遊べますね。ちょっとね、スマホはね、僕のプライベートで使ってるやつですね。はい。はい、こんな感じで、めちゃめちゃ動きますね、ちゃんとね。十字キーの方もね、かなり動きがいいですね。いいですね。いいですね。十字キーも軽い。アナログスティック使ってるみたいな感じですね。十字キーもアナログスティックもね、そんなに、ね、操作性変わんねえぞっていう感じですね。いいですね。いいですね。めちゃめちゃ使いやすい。いいですね。よし。ちょっと近づいてて。よいしょー気持ちいいですね。はい、いい感じですね。よいしょ。よいしょー気持ちいいディスティニーガンダム強いですね。かなりね、遊び心地いいですね。すごい操作性いいですね。めちゃめちゃいい操作性。はい、こんな感じですね。操作性いいからね、いつもよりゲームのクリア時間が早いですね。はい、といった感じでね、いいです。操作性すごくいいですね。はい、じゃあちょっとね、もうちょっと動かしていきます。はい、じゃあ続きまして、プレイステーション2のね、バーチャファイター4を動かすんですけれども、これね、アナログスティック対応してないんで、こっち、十字キーメインで動かすという感じになります。で、ちょっとね、使ってて気になったのが、ここのパーツ。ここのパーツね、これ、大きいやつからちっちゃいやつに変えました。理由はですね、これ大きいと、ものすごい干渉するんですよ、これ。ものすごい干渉するなと思って、この親指で操作すると、こことね、すごい干渉するので、ちっちゃいパーツにするとね、あんまり干渉がね、しなくなりましたといった感じです。まあ、干渉したとこであんまりね、この、アナログスティック使うゲームはあんまりないんでね、いいんですけれども、ちょっと気になったんでこれ変えました。で、ついでにね、こっちの上のパーツもね、ちっちゃいパーツに変えました。まあ、そんなにね、操作性変わんないんでね、はい、変えてます。
はい、といったところでね、ちょっとバーチャファイター4、エボリューションね、遊んでいこうかなと思います。で、これはね、十字キーメインでね、操作する感じになるかなと思います。まあ、いつも通りね、サラでね、遊んでいこうかなと思います。これがね、またサラちゃんがね、いい動きしてくれればいいんですけれども、格ゲーで、結構ね、こう、操作性って重要ですからね。はい、じゃあ行きます。はい、こんな感じで。よし、いいですね。あ、めちゃめちゃ出ますね。もうこのサマーソルトコンボが簡単に出ますね。これね、すごい重要。サマーソルト超出ますね。いいですね。めちゃめちゃ動きの操作性いいと思いますね。十字キーがね、めちゃめちゃ軽くてね、操作性がいいです、この十字キー。最高にいいなと思いますけどね。よいしょ。よいしょ。こんな感じでね。もうね、出したい技がすぐ出てくるっていうかね。そんな感じがしてます。よし。よし、いいですね。もう出したい技、ほんとね、思いのまま出やすい。そんな感じのコントローラーですね。これいいね。やっぱゲームサーさん、やっぱすごいね。コントローラー技術がすごいというかね。あ、もう一戦行ってみましょうかね。ほんとね、出したい技出るっていう。で、あとね、ここちっちゃくしたことによってね、かなりね、干渉が抑えられてます。よし。かなりね、扱いやすくなったかなと思いますね。よし。ちょっと気になってたんでね、そこがね。もう出したい技がすぐ出る。あ、バイバイ。よし。おぉ、強いよ。ジェフリーが強い。久しぶりにジェフリーっていうワードを言いましたけどね。よいしょ。ああ、決まりましたね。綺麗に決まりますね、技がね。この十字キーいいですね。これ全部にこれ対応してほしいですね。この十字キー気持ちいい。よし。あ、バイバイ。倒れちゃいましたね。よし。いいですね。もう出したい技全部出てくる。はい。といった感じですね。かなり操作性いい十字キーになります。いやー気持ちいいね。はい。はい、じゃあ続きまして、今ね、プレイステーション2の R タイプファイナル、動かしております。で、左側のね、アナログスティックがね、かなりね、いい感じに動きますので、ちょっとアナログスティック性能をね、こちらで見ていこうかなと思ってます。じゃあね、やっていきます。こんな感じでね、もうね、シューティングやるのにはね、かなりアナログスティック性能重要になってきますんでね。気持ちいいんだよね、このアナログスティックのね、操作も。はい、こんな感じで。よいしょ、合体。いいですね。よいしょ、あばばばば、こんな感じでね。よし。ああ、もうね、何のラグもなく動かしてる感じがしますね。気持ちいいね、この動かし。これ気持ちいい。よし。こんな感じでね。あ、もっとね、動き出しましょう。エネルギッシュの一日のためっていう。僕のマンポ系がね、お前運動してねえから動けこの野郎っていうふうに今言われちゃいましたけど。スマホでやるとね、こういうね、アナウンスがね、出ちゃうのがちょっとね、嫌ですよね。はい。よし。まあ、ぜひね、皆さんね、ゲーミング用のスマホをね、自分で準備しに、ね、やると、ああ、やられちゃいましたね。いいかなと思います。はい。こんな感じで、ね、かなりね、快適に遊べますね。R タイプのね。いや、シューティングとの相性もね、このね、スティックちっちゃくするとね、かなり相性いいかなーなんて思いますんで、ゲームセンターで遊んでるみたいな感じになりますんでね。よし、ぜひね。おー、めちゃめちゃ激しいな。はい、といった感じでね、かなりね、ね、遊びやすいかなと思います。はい、じゃあ続きまして、Xbox ゲーミングパスになります。100英雄物語をね、今ね、動かしておりますけれども、いかがでしょうかね。かなりね、Bluetooth のセッティングさえやっちゃえば、あともう簡単に繋がります。ここをね、ポッと上に上げるだけでね、両方繋がって、繋がるとね、こんな感じで、オレンジ色だったり赤だったりという感じの色がつきます。繋がなかったら繋いでないときは白っぽい発光になりますけど、繋がってるとこうやってカラフルな色になります、という状況ですね。で、もうね、繋いだ時点ですぐね、もう、何のセッティング、コントローラーセッティングなしでこんな感じで Xbox のゲーパスはすぐ遊べます。もうこれがね、便利。すごい便利ですね。もう Xbox のコントローラーとしてね、認識されますので、こんな感じでね、しっかり遊べますという感じです。これね、100英雄物語はね、幻想水湖伝みたいな感じに、遊べるやつですね。よいしょ。で、まあこれお任せで戦わせちゃってますけどね。かなりね、面白いゲームですんでね、このゲームね。わあ、気持ちいい。ね。いいね、ブワーってなるのは、ここブワーってなるのはね、ちょっとうちのね、インターネット環境が良くなくて、夜だったらね、すごくね、
これ出ないんですけど、ブワーってなるやつね。うん、これね、朝だからね、ちょっとね、皆さんね、ちょっと、うちのマンションの問題です、これ。うちのマンションの回線がね、良くないというところがあって、ちょっとね、一瞬ちょっと読み込み時間が入ったりしますんで、これはね、どちらかというと、うちの環境ですね。で、こんな感じでね、遊べます。いい感じでね、もう楽。で、この十字キーもね、いいですね。相変わらずいい。もう、気持ちいい。触ってるだけで、永遠に触れるやつですね。うん。これ気持ちいいなぁ、なんて思ってね、遊んでますけどね。はい。これはこんな感じで、ゆっくりね、遊ぶ。こう、ゲーパスもね、かなり快適に遊べますね。はい。よし、じゃあちょっとお任せで戦わしてますけど、めんどくさいですね。はい。っていった感じでございます。いい感じですね。はい。はい、じゃあ続きまして、Xbox ゲーミングパスからね、プレイグテイルレクイエムっていうゲームを今動かしております。グラフィックめっちゃ綺麗だよね。ほんとね。よいしょ。なんかね、ここにね、なんかいろいろ、よいしょ。なんかね、いろいろアイテム使いながら進めていくようなゲームなんですけれども、これかな？どれだな？これに火の属性をつけて、ここに投げ込む感じですかね。ここですね。ここにこれをつけて、ボーンと投げると、ちょっとね、画面がね、操作線がね、すごい入っちゃうんでね。あ、敵が出てきましたね。あ、やばいやばい、やられちゃいましたね、これね。おっとっとっと。これで敵をね、倒しながらね、やるんですけれども。よしよし。ちょっと燃えてますね、おじさんね。おじさん、これもうちょっと燃やしておきましょうか。こんな感じでね、戦っていくんですけど、まあ、おじさんがやられてる間に逃げるっていうね、感じですね。こんな感じ。あ、またね、いましたね、敵がね。はい。こんな感じでね、進めていくゲームになります。ちょっとね、こう、読み込みがね、もう、すごい気になりますけれどもね。はい。といった感じでね、しっかり遊べるかなーなんて思います。いいですね。よいしょ。ここもまた火をつけてあげましょう。よし。こんな感じでね、遊んでいくゲームとなっております。いいですね。楽しいですね。はい。じゃあ最後にね、お値段になります。ゲームサー X4 エリオンなんですけれども、バグットで購入することができます。で、今回もね、おなじみのクーポンコードを配布していただいております。このクーポンコードを適用することによって 12,764円となっております。非常にね、1万円超えてくるといったところでなかなかチャレンジングな価格ではあるんですけれども、やっぱり高級コントローラーということもあって、で、なおかつ Bluetooth 内蔵といったところもありますので、まあ、出来もいいんでね、ビルドクオリティも最高なものになりますんで、まあ、しょうがないかなと。最近コントローラーね、どんなものも値上げしてますからね。まあ、しょうがないかなといった感じです。で、ポイントとしてはね、持ち運びがね、とにかく便利で、オプションパーツもいろいろついてますので、まあ、それだけでもね、もうバッグがついてるといったところと、オプションパーツっていうところで、まあ、3000円ぐらいの価値があるバッグかなと思いますんで、まあ、それだけ考えてもやっぱりこれぐらいね、価値あってもしょうがないかななんて思います。で、なんかいろいろね、パーツが取れたりなくしたりっていったところでも、ね、予備でありますんでね、ここら辺は安心して使えるんじゃないかななんて、思います。で、あとね、僕が感じたのが、Xbox のゲーミングパス持ってる方はね、とにかくね、まあ家で遊ぶんだったらいいんですよ。家でテレビで遊ぶんだったらいいんだけれども、やっぱり外で遊びたい、リモートプレイしたい、クラウドプレイしたいっていう方はね、もうゲーパス持ってる方はこの、コントローラーを外に持ち運んで遊ぶのもいいんじゃないかななんて思います。で、まあ今日ね、僕ちょっとうちの Wi-Fi 環境がね、良くなかったんで、ぐわーっと画面がちょっと流れるような線が入ったりしてたんですけれども、まあこれね、僕のね、うちのマンションの問題なんで、これはね、普段遊ぶ、ね、方はいい環境で遊べば全然問題ないかなと思います。コントローラー側には何の罪もない話なんでね。はい。ぜひね、ゲーパスをね、どっか離れた位置でやりたい方はね、ぜひこれで遊んでいただきたいいただくといいかなと思います。で、あと操作性の話なんですけれども、もう非常にいいです。特にね、ここの十字キー、カリカリカリ、カリカリカリっていう感じが気持ちいい。押し心地も軽くてね、すごくふわふわな感じでね、気持ちよく遊べます。押してるだけで気持ちいい。そんなね、感じのコントローラーになります。この ABXY もね、気持ちいいです。持っててね、ぐっとね、グリップ感もいいし、押し心地もいいし、アナログの感じもいいしでね、
ほんとね、ボタンの押し心地がめちゃくちゃ気持ちいいです、これね。ゲームってね、遊んでいくうちに気持ちいいって感じてね、ゲームの内容として気持ちいいって感じることあるんですけれども、さらにボタンの押し心地が気持ちいいとね、その気持ち良さっていうものが倍増されてね、よりゲームって楽しくなるかなーなんて思いますんで、まあ、このコントローラー素晴らしいなーなんてね、僕は思いました。で、ただしね、使い勝手なんですけれども、スマホにね、限定されるといったところです。というのもね、この緑色のものをスライドを上に上げて初めて起動するんで、タブレットでは使えなかったりね。あとこれコントローラーで挟まないとオンにならないんで、挟むこと前提なんですよね。そこだけがちょっと気になってたりします。なのでタブレットでは使えなかったり、あとね、スマホちょっと置いて、このコントローラーだけで遊ぶってこともできないんで、そこだけちょっと使い勝手とは、絞られてくるかなーなんて思います。あえてここね、スマホ挟んでなんぼっていうものになるということになります。まあ、カスタマイズして常にこれ上に持ち上げて、なんかテープかなんかで固定して、まあちょっと離れてね、使うこともできるっちゃできるんだけど、ちょっとね、かっこよくないよね、といった感じです。あと気になったのがね、アナログスティックですかね。アナログスティック。右側のアナログスティックが干渉する問題。ここね、こうやって遊んでいくと、ここがちょっと当たっちゃうっていう問題があって、こうボタンを押してるときにちょっと当たっちゃう。ただね、これね、ちっちゃいやつ、アナログスティック。このね、大きいやつから、ちっちゃいやつに変えると、かなりここ低減しますので、安心していただければなぁと思います。ここはね、大丈夫だと思います。はい、これをすると、もうだいぶ当たらなくなるかなぁと思います。はい。といったところはね、ちょっと気になってたところは、まあ、こういう、ま、もう常にこっちつけとくのがいいかなぁなんて僕は思いました。はい。で、まあ、ちょっとね、僕今回、僕のスマホがね、薄いんでね、ペラペラなんで、ちょっとここに持ち上げるようなね、ゴムを追加したりとかね、カスタマイズして使っています。非常にね、遊び心地は、押し心地は最高だと思いますんで、まあ1万円でこの押し心地気持ちよさって味わえるんだったらね、まあいいかなっていうのがね、僕の正直な気持ちになります。興味持った方ね、ぜひこの動画の概要欄にリンクつけておりますんで、そこからポチッと押していただいて、このクーポンコードね、入れていただくとこちら買えますんで、まあぜひね、スマホをゲーミングにね、ゲーミングスマホにしていただいて遊んでいただくと。で、まあスマホはね、皆さん常にね、花火離さず持ってると思いますんで、これを持ってっていくと、まあ、外でゲームが遊べますよ、といった感じのものになりますんで、ぜひともと思います。はい、ということで、本日はバングトさんの提供でお送りさせていただきましたゲームサー X4 エリオンのね、紹介になりますが、いかがだったでしょうか。いやー、ほんとね、コントローラーってね、日々や進化していくんだなと、日々進化していくんだなーなんてね、思いました。もうね、これが最終形態なんじゃないかなーなんて僕は思ったんですけれども、まあまだね、時間が経つと新しい形になっててね、良いものができていくんじゃないかなーなんて思います。今だともう見た目もかっこいいしね、これね、いいゲームコントローラーだと思います。ぜひね、皆さんにもこれを体験してほしいなーなんて思いますんで、興味持った方ね、ご購入検討してみてください。特にね、この押し心地最高ですよ。ここら辺はね、もう高級敷布団の上で寝てるみたいな感じですね。よくわかんないね。高級敷布団と掛け布団で寝てる感じの気持ちよさにちょっと近いボタンの気持ちいい押し心地になりますんでね。ぜひ皆さんもね、興味持った方遊んでみてください。あと本当ね、ゲーパスやってる方はね、本当これマストバイだと思いますんでね。もうセッティングなしで綺麗に動きますんで。で、ちょっとね、今日はね、レースゲーム遊ばなかったんですけど、あえてね、もうね、ゲーパスの、なんていう、うちのね、インターネット環境が良くなくて、ゲーパスがね、うまく動かないっていう状況だったんで、レースゲームもね、トリガーうまく使えます、これ。全然問題なく動かせますんで、そこもね、安心していただければなと思います。ぜひね、興味持った方、ご購入検討してください。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。今日の動画役に立ったって方がいましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あとね、まあ、ゲームのことならリクエストあればもうちょっとやっていきたいなと思いますんで、ね、はい、ぜひリクエストコメント欄いただければなと思います。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。